こんにちは。今回は数の性質に関する問題です。はじめに問題の内容を確認しておきますね。14141のように、0から9までの10個の数字から異なる2つの数字ですね。これを交互に並べて5桁の整数を作ります。このような整数のうち、3の倍数は何個作ることができますか？また12の倍数ですね。これは何個作ることができますか？こういう問題になっています。それでは今から問題を流します。問題を解く人はその時点で一度動画を止めて考えてみてください。じゃあ解いていきます。作りたい数っていうのは異なる2つの数字を交互に並べた5桁の数。こんな感じですね。A1、B1000、A100、B10、A。こういう風な数で、しかも5桁の数ですね。っていうことは一番上の位ですね。ここの A には0はダメだ。0を入れてしまうと全体ですね。これが、ここから始まる4桁の数になってしまいます。その上で作りたいのは3の倍数、12の倍数ですね。この問題に関しては3の倍数判定法ですね。これ知らないとちょっときついと思います。内容としては簡単です。全体が3の倍数になるためには、各位のは、この場合だったらこれ全部足したものですね。A を3つ、B を2つ足したもの。これが、全部足して3の倍数になる。つまり A3 つ分ですね。これと B2 つ足したもの。これが3の倍数になればいいんですけれども、当然ここ、0以外の1から9までの数字ですね。これが入るんですが、A に何を入れてもこれ自体は3の倍数になります。っていうことは、この部分ですね。この部分が3の倍数になればいい。B に入れていい数ですね。これ0も含めて、0、3、6、9の4通りあります。それぞれの場合について A がどういう数入るかっていうのを考えていくと B が0の場合 A に入る数ですね。 A はもう0はもともとダメなんですけれども、ここで0が使われていますから A に関しては1から9までの9通りですね。これすべて入れていくことになります。じゃあ B に3が入った場合、 A に使ってはダメな数、0と異なる2つの数字を並べるって書いてありますから、ここで使う B で使う3ですね。2通りダメになります。10個のうち2通りダメなんで8通り。 B が6の場合同じように8通り、9の場合8通り。こういう風に考えて 8×3 と9ですね、これ足して33通り、こういう風に出せます。12の倍数は何個ありますか？もちろん12の倍数っていうのは3の倍数より少ないわけですね。書き出していっても大したことはないんですけれども、12の倍数になるためには3の倍数、かつ4の倍数ですね。3でも割れて4でも割れる数。それが12の倍数になります。ということは、ここの条件引き継ぎますよね。A に関しては0以外の何を入れてもいい。B に関しては0、3、6、9。これのどれかしか入れることができない。そして4の倍数になるための条件ですね。これは、下2桁ですね。1の位と10の位だけ見てあげたらいいです。1の位と10の位でできる、この2桁の数ですね。これが4の倍数になればいい。ということは、BA と並べて、B が0の時、ここが0の時、4の倍数になるのは A に4か8ですね。これの2通りがあります。B に3が入った場合、ここが3になる場合ですね。A に入れていいのは、これ32、36が4の倍数になるんで、2か6の2通りですね。ここが6の場合。ここが6の場合、0はここで使っちゃダメなんで、64か68を作る、4か8、9の時。これと一緒ですよね。92、96が4の倍数になります。2か6。それぞれに関して2通りずつありますね。ということは全部で 2×4 で8通り。こういう風に出すことができますね。はい、次回の問題です。次回の問題、規則性に関する問題です。ルールはちょっとややこしいんですけれども、どういう風な数が作られていくかっていうことを考えれば、答え出すだけだったらそんなに難しい問題ではないです。動画を止めて一度解いてみてください。はい、今回は以上です。よろしければコメント、高評価お願いします。